こんにちは、アミアムチャンネルです。今回ですね、このメランジテイスト、去年ね買った大人気のメランジテイストですよね。ダイソーさんでも売り切れが続出して、で他のサイトでね、たくさん転売されてたりっていうような、大人気の糸なんですけれども、去年娘にねちょっと腹巻き編んでって言われたんですけれども、なんか腹巻きって可愛くないじゃないですか。でこの色がいいって言うんですけど、まるでおじさんのね、なんかバカボンのパパみたいな感じになっちゃうのもなと思って、ちょっと可愛い柄で編んだんですけど、そうしましたらウエストの部分のね、やっぱ伸び縮み、ゴム編みにしないとやっぱり腹巻きってダメなんだなっていうので、かぎ編みで、ゴム編みっぽくやればよかったんですけれども、この紐でね、このウエストを縛ったりとかっていうような、いろいろと工夫したんですけれど、結局ニットパンツみたいなものがいいっていうので、ニットパンツに、棒編みでね、編み替えて、っていうか作り直して、で前のその腹巻きをね、ママだったら多分ほどいて使うでしょっていうことで、昨日一生懸命ほどいて、でそれこそお湯にねつけて、で糸戻したんですけど、洗って干したらですね、脱水かけちゃったからいけないなと思うんですけど、こんなぺっちゃんこになっちゃったんですね。で、風合いが良くないっていうのもあるので、もうね、こんな風に巻き木で巻いて、でもね、編んでしまえばわかんないのかなと思いつつ、こんな感じでね、ぺっちゃんこになってしまったので、というわけで、じゃあもうよくね洗って使って、で多分毛玉だらけになっちゃうだろうと思うこのブーツをね、ルームブーツを編んでみました。ルームシューズですね。でこれだとあまりね、ぺったんこな感じも全然目立ちませんし、ちょっとこちらでね作ったので、もう片方新しい方で、これも使うんですけれども、足りない部分をねこちらで編んでいこうと思うんですが、新しいものを使いつつ、編んでいきたいなと思っています。でその編み方の説明なんですけれども、もう自分でですね、なんかこんな風にレレレッとこう走り書きをしているので、これをねきちんとした形でお見せできるように編集をねして画像をつけてやりたいと思うので、少しね手の込んだ動画を配信していきたいなと思っております。でまずこのね裏側ですね、底なんですけれども、ご説明するとですね、ここ17目鎖編みを作って、18目1目でね立ち上がって、でぐるっと1周細編みを編んでます。でその次からは、まず細編みで、2段目も細編みですね。で3段目からは、ご覧になって分かる方は分かるかもしれないんですけども、この辺までね、この辺まではこちらのね8号針で編んでます。そしてこの辺からですね、一応ご説明の方きちんとね何目目からっていう風にお伝えしたいと思うんですけれども、この辺りからはずっとこの9号針で編んでいます。でさらにですね、この辺りここからですね、目を見ていただくと、ここ細編みなんですけれども、その後からねずっと中長編みをこう先の方だけ中長編みで、また9号針で細編みで、8号針で細編みで、9号針で細編みで、9号針で中長編みみたいな感じでね、そこの方を編んできてます。なので早速今回はね
このルームシューズの靴底の動画をご紹介したいと思います。で、まあこんな感じでいいんですけれども、ちょっと大きさがね違うような、こういったダンスマーカーですね、印のところをつけてい いきながら編んでいきたいと思うので、4種類の色のやつで、まあ大きさはまあ違わなくてもいいんですけれども、まあ大きさも違った方が、ここから9号針とかね、ここから8号針、この色なんだっけみたいになっちゃうといけないので、まず、まあ、4色準備してください。で、4色こういったねマーカーがない方は、こういったね端糸で構いませんので、別の色の端、このぐらいのね糸を準備していただいて、それをスッとこう通しながらでも代用できると思いますし、今はねカラーの安全ピンみたいなのもあるので、それをねちょこっとはめとくだけでも、印になるかと思います。これちゃんと印をつけていかないと、ここでね目数が違ったり、だん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 歪んできたりということでね、かかとの方が細くて前の方が太く作りたいので、一応目数をきちんと数えながらやっていきますので、このマーカーだけはきちんと準備しておいてください。で、私マーカーつけるのね、ついついこう忘れるたちなんですけれども、これだけはしっかりね編み上がりをきれいにするために、マーカーの方忘れずにつけて編んでいきました。では早速なんですけれども、まず、鎖編みは緩い方がいいので、9号針で鎖編みを編んでいきます。で、まず鎖編みを17目ですね。作り目はもう本当に端糸はね編みくるんでいきますので、少しで大丈夫です。で、ここから17目ですね。で、ちょっと緩めの方が本当にいいんですよ。で、メランジ2本取りで編んでいきますので、ちょっとねメランジ糸割れしたり、さらに2本取りなのですごくちょっと編みづらいかもしれませんけれども、頑張ってやってみてください。で、1、2、3、4、5、6で、ゆるさなんですけれども、ここねテンションきっと引いてるとカッツンとこう編んじゃうときついんですね。なので、ここをね少しこうちょっと緩めにスルッとこう右手を軽く持っただけでも抜けるような感じで、はい、編んでいっていただければと思います。鎖編みを17目編んできました。で、18目目1目立ち上がって裏山を取っていきます。で、裏山は、でここからですね、針を変えます。8号針で編んでいきますね。鎖編みは9号針なんですけれども、ここから、8号針に変えていきます。で、全ての目に裏山を取りながら細編みを端の方まで入れていきます。はい、端の方まで編んできました。あと最後の目一つですね。で、2本取りなので必ず2本取るようにしてください。1本だとね、編み間違いになってしまったりとかするので。で、最後の目には今1つ入れましたけれども、あと真ん中の目と折り返しの最初の目と3つ入れていきます。で、まずね、真ん中の目っていうのを、まあ、こちら側にね一回渡しておいて、で糸を引き抜いてきて細編みと。で、そうしたらまたこの糸をねこちら側に戻します。戻して、で今度折り返しの1目目ですね、1番目を細編みを編みます。なので、この3つから半円がスタートしていくので、まずですね、この半円がスタートのこの2つの目に半円マークをね、これ何色がいいかな、水色にしましょう。あ、違う、半円マーク、あ、これもっといりますね、マーカー、半円マーク、水色を2つつけております。
で、ここが1段目の最後です。で、折り返しの1段目の最初です。で、ここにもね、本当はマーカーつけといた方がいいですね。一番最初のここの頭にもつけときます。ね、で、ここから8号針で、また反対側の折り返しを編んでいきます。今度折り返しは、この鎖のようなね、縄編みのようなところを一目ずつ取って細編みを編んでいきます。はい、最後の方まで編んできました。で、よくね、編み目が歪んできますとか、どうしてまっすぐにならないんですかっていうご質問いただく時があるんですけど、数えてないと確実にこれはね、ずれてきますので、私も本当数え間違いしてるとね、なんで足りないの、なんでずれたのっていうことになるので、ほどいてやり直しをするんですけれども、先ほど17目で作り目を作ったので、ここからきちんと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 です。なのであと2目ね、必要だということで、最後の目があと2目ですね。で、ここでね、立ち上がりやって間違えそうですけども、きちんと17目数えてくださいね。で、16目目に細編み。そうするとここ最後の目なんですけれども、最後のところはですね、やはりこちらと反対側と同じように3目入れていきます。半円を作っていくので、で、これが引き抜き、これ立ち上がり、これが最初の目にね、マーカーつけたと思うんですけれども、で、ここの根元ですね、ここが根元ですので、ここに、細編みを2回入れます。で、この目が折り返してきたところの一番最後の目になります。で、この、マーカー、水色マーカー4つは半円が始まるところですね。円編みをしていくスタートの目になります。で、真ん中の目ですねに細編み。そうしましたら一番最初の細編みの頭に引き抜きます。引き抜いたらここ 1,2,3,4 に見えちゃうので、必ずここの最後の目はギュッとね、絞っておいてください。決して間違えず入れないように、立ち上がり、引き抜きの目ですからね、こんな風にね、ギュッと絞っておいてください。で、針を戻して、一目立ち上がります。で、こちらがかかとになるので8号針で編んでいきます。で、途中から9号針に変えていきます。まず、必ずここね、マーカー取って一目入れるんですけれども、ここからは円編みになるので、ここの最初の目には、円の2段目っていうのね、必ず全ての目に2目ずつ細編みを入れるんですけれども、同じ目に2目入れます。そうしましたら、ここが円編みの半円になりますのでね、最後だということで、またマーカーをつけておきます。で、ここから7目今1、2目編んできたので、3、4、5、6、7、ここまで8号針で編んできました。そしたら、ここにも一応、今度はここから針が大きくなりますよマークですね、このでっかいのつけときます。で、これで9号針でここから編んでいきます。で、ここから10目は9号針で普通に細編みを編んでいきます。2
9、10ときたら、ここは円の始まりになるので、ここに2目、ここからね3目は1目に2目ずつ細編みを入れていきます。1、2と今2目入れましたので、最初の目にマーカーをつけておきます。ここから半円スタートですよというマークですね。で、分かりづらいですけど、この目ですね、ここが真ん中の目になります。ここにも細編みを2目入れます。で、あとこちらがね、最後ですね、半円のこれがつま先の方ですので、つま先の方の半円2目編んだら、ここにまたマーカーつけときます。で、ここからまた10目ですね、ここから10目細編みを編んでいきます。9号針で10目ですね、10と編んだら、ここ9号針終わりですよマークをつけときます。で、ここからまた8号針で細編みを編んでいきます。編んできたら、1,2,3,4,5 ですよね。で、5を編んできたら、今度ここからまた円の編み方の一番これで最初になるので、ここに細編みを同じ目に2目入れます。1,2で、今2目入れてきたので、円の始まりはここですね、最初の円の始まりの目につけておきます、マーカーを。で、そこから今度真ん中の目、ここも細編みを1回2回と入れたら、ここにも入れがちですけれども、ここには入れないです。引き抜いてきた目があって、立ち上がってね、最初の目にマーカーつけてますので、ここですね、違うな、ここだ、ごめんなさい、引き抜いたとこ、立ち上がり、ここが最初の目ですね。ここ同じところに2個入ってるので、最初の目ですね、こちらの頭に引き抜きます。やっぱり最初にね、きちんとマーカーつけておいた方がいいですね。で、ここをギュッと引っ張っときます。で、今度3段目です。1目で立ち上がって、根元の目に、まず、ここが、2目入れたので、ここね、1,2、ここが本当はここにこれがついてるんですね。なので、最初の目に、細編みを2回、次の目には1回、2段目はね、すべての目に2目ずつ入れるんですけれども、3段目は2目1目と続けていくので、で、ここに最後の目ですね、半円の最後の目ということで、ここからは普通編みです。で、また細編みを1,2,3,4,5ですね、5個編みます。編んだら、すみません、ここから 1,2,3,4,5 ですね、
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 大丈夫ですね。でここから針を変えていきます。で変えたらここからは9号針ですね。で変えたらまたこのサイズが変わるマークつけときます。で2,3,4ここまでやったらですね、これね細編みここまでやったらこっから ここが中長ですね。1,2,3,4,5 5目ここまでね、ちょっとわかるかな、細編みのあの8号針こっから9を1,2,3,4個編んで、今9号針で1,2,3,4個編んだのでここから中長編み入ります。引っ掛けて穴に入れて糸を引き出してきて一度に引き抜く中長編みですね。で、この中長編みのところにまたこれ中長編み、こっから中長編みですよマークをつけときます。うっかりねこういう形作っていくもの間違えると、でさらにねあの片っぽ作ってますから反対側ちょっと違っちゃったらまずいので大きさが変わっちゃうんでね、まあ多少端の大きさってね左右違いますけどね。1,2,3ここからはずっと中長編みで増やしていきます。円のところもね、半円のところも中長編みでずっとやっていきます。で普通に中長編みをここまで入れたら、今度はね先ほどこちらと同じように2目1目と入れていきますので、最初の目には中長編みを2回入れます。1回、こういう時にねこうなってるとね目が汚くなっちゃうんですね。なんでこう揃えてね糸をね2回ね、その方が綺麗ですね。で今2回入れたここのところにね、ここから半円スタートですよマークですね。でここに次1目中長編みで、次は2目ですね、中長編み2目入れます。1,2で次中長編み1目で、ここもね中長編みをまず2目入れます。そしたらここね最後中長編み1目ここで半円が終わりです。でここからは1,2,3,4,5目このね9号針でそのまま中長編みを編んでいきます。2,3,4,5で、分からなくなった時はですね反対側ここから 1,2,3,4 ん？ここから 1,2 ここから見ればいいかね、1,2,3,4,5,6 が中長編みなのであと1目ですね。から1,2,3,4,5あと1目中長編みを編みます。そしたらここからは細編みですね。ここまで4目、1,2,3,4目ありますので4目細編みを編みます。1,2,3,4で大きい針終わりマークですね。これがでこれ上に付け替えておきます。そしたら1号針に変えてまたここから細編みを、ね、ここ中長細編み
また細編みですね。1、2、3、8号針で細編み編んで、4、5個、5細編みを編みました。そしたら次からまた半円ですので、2目、1目、2目、1目と編んでいきます。最初の頭に2目入れますね。で、2目入れたので、2目入れた最初の目にまたここが円の始まりだということで、円の始まりマークつけときます。で、2目入れたので次1目ですね。で、次の目には2目。で、次の目には1目で終わります。で、最初の目の1、2、3目ですね。に、引き抜きます。で、また、ここをギュッと絞っておきます。で、また1目で立ち上がって、ずっとその繰り返しですね、あとは。同じことを、ここから始まって1、2、3、4、5段編んでますので、今、ここからね、1、2、3段編んでますので、同じことを、このね、円を増やしながら、あと2周編んでいきます。